アノニマス。ヘルシンキでの2007年大会にて、アンドラのユーロビジョンソングコンテストでは、アンドラにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。アンドラは2004年大会で初めてユーロビジョンソングコンテストに参加した。アンドラの放送局、ティバは同大会を放送していなかったものの、住民はフランスやスペインのテレビ放送を通じて大会を視聴でき、 大会参加の意欲は長年にわたって強かった。参加局の多くはカタルーニャ語である。地元での大会への強い関心とは裏腹に、アンドラは2008年までの時点で決勝には一度も進むことはなかった。2007年、決勝進出が予想されていたものの、決勝進出の条件は準決勝10位以内であったのに対して12位に止まり、決勝進出を逃した。ティバは、 過去に大々的なリアリティ番組による国内大会を模様しアンドラ代表を選んでいた。2006年大会からはリーバは大会に参加する代表を内部選考で選ぶようになった。ティバはロシアのモスクワで開かれる2009年大会への参加を表明している。ティバはまた2005年を最後に行われていなかった公開による 国内選考大会を開催することを明らかにした。2009年の国内大会では、圧倒的な得票率で、スサンナ・ゲオルギがアンドラ代表に選ばれた。その後2010年から2020年までの間、アンドラは大会に参加していない。アンドラから高得点が送られた国々、出展、中、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。 ありがとうございます。